深山藤は神奈川県相模原市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。松昌学園高校時代の2年秋に強権を買われて外野手から投手へと転校する。翌年の3年夏にはエースとして2年の宮島光一と日本柱を作り、5年ぶりに甲子園出場を果たす。初戦の沖縄小学校戦に先発するも3回途中。 三失点で降板し敗退。予選の長野県大会では、四試合で打率5割、に盗塁の成績を残すなど、当時から打撃も良かった。高校卒業後、留国大学に進学するも右肘を痛め、公式戦での登板はなし。大学で実績が残せずに、実業団などからも声がかからなかったものの、野球への情熱は、冷めることなく、トライアウトを経て、 関西独立リーグの赤市レッドソルジャーズに入団し、野手に転向。主にトップバッターとして1、3番に定着。初年度で同リーグ打率2位、出塁率、投類、超打率で5位という成績を残した。シーズン序盤から多くのスカウトが注目。関係者によると、オリックスバファローズ、横浜ベスターズ、広島東洋カープなどが強い関心を持っていると、 報じられた。深井自身の階層では顔と名前を覚えてもらうため、スカウトを見つけると自ら頭を下げて売り込んでいたという。同年10月28日、ドラフト会議にてオリックスから5位指名を受ける。関西独立リーグ初のドラフト指名選手となった。ドラフト指名後、所属先であった赤氏は経営難により、翌年度前期で活動休止に伴う、 チーム解散となり、練習場所を失った深井は合流までの期間、オリックスの練習場を借りることとなった。2011年、春季キャンプからドラフト1位の春富とと共に1、軍キャンプに帯同。春速を武器に実力をアピールし、共にルーキー開幕1軍を勝ち取った。この年は1軍で29試合に出場し、8月からはスタメン出場する機会も得た。 8月9日の大楽天戦では、10回裏一死に、竹原直隆の代走として出場して、プロ初盗塁を決め、鈴木文博の遊撃頃の間に察知するという、果敢な走塁を見せ、赤田翔吾のサヨナラ安打で、サヨナラのホームを踏んだ。また、8月14日の大西部戦でも10回裏に、死に、アーロムバルディリスの代走として出場し、李昭洋のサヨナラ本塁打で、 さよならのホームを踏んでいる。九月十五日の大楽天戦でも延長十回裏にアンダを放って出塁すると赤田翔吾の敵地打でさよならの走者となっている。二千十二年はシーズン終盤までほとんど二軍暮らしであったが九月二十六日に一軍登録されると同日の対ソフトバンク戦でスタメン出場。この試合で四回裏にスクイズヒットでプロ初打点を 上げて、チームの連敗を12で阻止したのに貢献する、と、8試合で打率。375、2打点の好成績を収めた。また、2本の3塁打を放ち俊足ぶりを発揮した。2014年、伊藤義雄が、北海道日本ハムファイターズから移籍したことで、外野のレギュラーポジション入りが難しくなり、また打撃フォームを、オープン戦で崩したこともあって、 ダイソーや守備での出場がメインとなった。10月25日、戦力外通告を受ける。12月2日、自由契約公示された。2015年2月4日に、元同僚の柿原昌樹と共にアトランティックリーグのランカスター・バーン・ストーマーズと契約を結んだ。しかし11試合の出場で打率。156に終わり、5月20日に解雇となった。 11月にオーストラリアンベースボールリーグのメルボル運営シズに入団。2016年2月に独立リーグアメリカガソシエーションのゲイリー・サウス・ショア、レールキャッツと契約した。出場なしで5月8日に一旦自由契約となるが、19日に再契約。しかし27試合で打率。159にとどまり、6月26日に解雇となった。 7月29日、四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスに入団することが発表された。コーチへの入団は NPB 復帰に向けた最後の挑戦という位置づけだった。コーチでは後期の34試合に出場し、規定打席数不足ながら打率386、21打点を記録した。駒田徳博監督も 打席での粘りやボールの見極め方、練習に取り組む姿勢を評価し、地元紙では他の選手に影響を与えたと評された。11月12日の12球団合同トライアウトに参加し、7打数無安打の内容だった。2017年もコーチでプレーした。しかし、腰を痛めて、初年度ほどの成績は上げられなかった。シーズン終了後、今季契約期間をもって、 コーチを対団することが発表された。NPB 復帰の可能性がほぼなくなったことで引退を決意したという。ライナーで外野手の間を抜くバッティングと50メートル5秒65、1塁、到達まで3.65秒の瞬速投手として時速140キロメートル台を記録したこともある。遠投110メートルの強肩が武器のリードを不満。明石入団後は、 内野手登録だったが、外野手として出場したこともあり、ドラフトでは外野手として指名された。ありがとうございます。